はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。はい、これは一体何でしょうか。うん、黄色いボックスなんですけれども、うん、昨年ですね、うん、ちょっとね、YouTube のコラボ撮影をしてきまして、はい、その時にですね、ザ・ロンクのユーテレさんとお会いしましたね。はい。はい、その時にユーテレさんにいただいたものです。はい、マインクラフトクラフタブルジョーラムフィギュア。あ、そうだね。それのシリーズ1っていうやつらしいですね。はい、本来は箱に入ってるんだけど、おそらくこれね、ダブったっていうことでいただいたんだと思います。はい。はい。なんかね、すごくね、クオリティが高いっていうことなので、うん、期待して開封してみたいと思いますね。はい。はい。では開けていきましょう。はい。はい。あのね、全部で10種類あるみたいです。うん。うん、はい。いただきます。はい。お、お、なんかネザーゲートっぽいの出てきた。うん、ネザーゲートだね。はい。そして、あ、スティーブ。スティーブ。と、これがダイかな？ダイだね。あ、そう、ネザーか、これ。ネザーセットだ。そして、これが説明書っていうか、まあ、これ1枚しか入ってないですね。うん。ちょっと組み立ててみましょうか。はい。はい。はい、こちらが完成したコレクタブルジオラマフィギュアですね。はい。すごいよくできてんじゃん。うん。なんでかっていうと、ね、すごい動きがある。うん。これちょうどネザーゲートから出てきたところ。うん。ネザーの世界にね。うん。ね、いいじゃん。で、反対側もなんかこう足がちょっと見えるよくできてんね。うん、よくできてる、うん、で、金の剣を持ってますね。うん、はい、レザーゲートもちょっと変わってて、なんかね、台形みたいになってる。こう、ま、うん、っすぐ上に上がってるんじゃなくて、ちょっとコミカルな感じに、うん、ちょっと可愛くなってるね。うん、これはちょっと気になるのが、ここ見て、こっちなんかつなげられそう、うん、だね。これいいじゃん。いいじゃん。そう、今後ちょっとうちら買ってみようか。うんうんうん、ね、なんかラインナップを見てみると、どうやらガストもあるみたいなので、うんと、アレックス、あ、がこうここにくっつくのかもしれないね。うん、おー、これなんか集めてみたくなる感じだね。そうだね。はい、ちなみにですね、よく最近ね、質問いただくのが、マインクラフトやらないんですかってコメントでよくいただきます。はい、生配信やってますよ。あ、そう、あのね、プレイステーション版の生配信をゲームチャンネルの方でやっていますので、はいはい、そちらチェックしてみてください。あとですね、P 版、はい、P1 はちょっと今お休みしております。すいません、うん、現在お休み中です。すいません、別に理由はないんだけど、今はちょっと冬休み中だったっていうこともあって、花輪配信が今やりやすいかなと思ってやっております。はい、またね、 P1 も再開したいと思いますので、そのうちね。はい、はい、ということで、今回はザ・ロンクのユーテレさんにいただきました、マインクラフトクラフタブルジオラマフィギュアでした。はい、ということで、今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。おー、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、マイチャンネルでは、Twitter、Facebook ページ、Instagram やってますので、はい、そちらもぜひフォローお願いします。はい、はい、はい、ということで、今回は以上でございます。バイバイ。